はい、おはようございます。金曜日の朝で今日は野球塾ありません。ゆっくりしようかなと思ったんですけどね、もうここのところ最近朝動画を撮りまして、昼間編集して、夕方野球塾に行く前にリリースするっていうね、なんていうんですか、ルーティーンルーティーンがあるから、もうまあまあ今日もちょっと一本撮ろうかと、いうことで、ここは、浜北信司やってる小畑工業さんの、フィットネスジム21っていう、まあ私の野球塾をさせていただいている施設です。はい。まあ県大会も終わりました。私のその総括っていうとあれなんだけど、もう全体を言うとですね。信司。向こう届くように。信司チャンネル。これは甲子園大会見てても感じますけど、左ピッチャー、いいピッチャーがいるチームが勝ってますね。今年の夏甲子園で優勝した京都国際も左ピッチャーでしたね。まあ、秋の県大会に限って言えば優勝した菊川が大村君でしょ。入賞の加減氏が、先発が加藤君でしょ。3位の精霊が、高部君。松陽が小松原君。みんな左ピッチャーを頭に持ってきてますよね。はい。まあそういう時代なんですね。まあ秋の左ってよく言う言葉がこの業界にあります、高校野球に。私も若い頃、浜高で当時やってたかな。それで、上村先生は当時浜松南高校にいて、我々が見て内山先生が気学校に転勤してですね、後の静子の栗林先生が浜高の監督に来たんです。で、栗林先生が、ぜひ残ってくれと。いうことを言っていただいたんで、まあ、ずるずるいるのも良くないということで、じゃあ、春季大会でシードを取ることを目標に、そこまでは残らせていただきますということで、栗林先生とね、ちょっとだけですけど、一緒にしたんです。で、その後に、浜高のコーチに来たのが、今の掛け西の大石拓也先生なんですね。それがね、静子の監督部長のコンビに最終的に繋がっていく人間関係になるんですけど、まあ、その時代に、西武大会の決勝まで浜高が勝ち上がってって、それこそ準決勝は掛西と乱打戦やって勝ちましたよ。11対10だったかな。当時浜高ちょっとね、ピッチャーが弱かったんで、打高投手のチームだったんで、まあそうなりました。で、決勝浜松南と当たって負けたんですよ。上村先生の南高にね。まあ監督内山先生でなかって、栗林先生になってからなんですけど。そしたらゲーム後に上村先生が来られてね。で、僕も栗林先生を上村先生にご紹介したいと思って、新しい監督ですということで、ご紹介したときに、もう上村先生優勝してご満悦ですよね。試合始まる前は、決勝はコルトがないのか、なんて言って、声をかけてきたぐらいで、まあ、そのくらい浜高が当時、打ちに打ちまくって勝ち上がってきたんですよ。だけど結局決勝は負けたんですよ。それがやっぱり上村先生の野球で、試合後に、いや、打てるチームが負けるって時はこういうパターンになるんだよ、つって言って。でも、本当にそう思ったんですよ。悔しかったし、僕も勉強になった。ああ、バッティングのチームの実力発揮っていうのはね、ゲーム展開によるんだなと。だから、その時南高が、岡本を奪う先制ホームランだったから、序盤にカーンって一発かまされたんですよ。それで、えってなったんですよ、そのゲームがね。で、上村先生の独特の出し入れに、打ち見せて外っていうのに、やられて、で、負けたんですよね。で、すごいなと思って、その後いろいろ南高なんか見ていくと、昭和の遊びです。月曜日と木曜日は、ハマったのし入ってるよ。よし。おー、あさて。で、上村先生のね、チームのすごいとこは、視力が抜けたと。あ、秋はちょっと落ちるのかなと思うと、秋もちゃんと勝つんですよ。それで勉強したんです。あ、選手の力で勝つんじゃなくて、しっかり教えていれば、秋っていうのは、そうやって入っていけるんだってことを私勉強したというか気づきましたね。で、よく見てるとですね、その時は左ピッチャーの子がいて、で、浜松、古巣の浜松をコールドで倒したんですよね。それでね、それこそそれも終わった後に山先生に、いやー、すごいですね、って言ったら。まあ、20年前の話ですよ。今はちょっと、球種とかバットも変わってきてますんで、でもまあ、変わんないですけどね。左のスクリューは、右バッター打てないよって言われましたね。要するに右ってのはこうやって回ってきますから、そのバットの軌道と、
左が逃げてくボールっていうのは、X の関係になりますよね。でなおかつ右はやっぱり入ってくる線で打ちに行くんで、そこで抜かれたり、外に、ね、逃げてくボールっていうのは、なかなか投げれれば打たれない。なるほどなと。そういうことをもう本当にここで上げたらキリがないぐらい、若い頃に上村先生に教わったことっていうのは、私の今の血肉になってますね。まあそういうことで、話がだいぶそれましたが、秋の左っていうのはね、すごく価値が。ただね、一つ突き出すとすれば、秋には通用したその右の入ってくる変化球が、夏ぐらいになるとバッターがヘッドスピードが上がってね、サードゴロだった打球が三遊間抜けてきますね。これも気をつけないかんです。だからピッチャーもウサギとカメじゃないけど成長し続けないと、春以降、秋に打ち取ってた打球が、ヒットになっていくと。こういうこともあるんで、左イコール年間安泰ってことではない。ここは付け出させてください。で、私ここの野球塾で昨日からね、始めたんですよ。広告でね、野武士のウィンターリーグっていうのは、募集してます。今もまだ募集してますけど、冬にね、中3生集めて、もう私は進路を決めるために集まる塾嫌いなんですよ。もう12月になると裁量枠で決まって進路が決まってるから、その後に高校野球まで頑張りたい子を集めてやりたいなというのが私の趣旨で。なので、12月から、3月にかけて、土日にね、まあ昼間の、まあ球場みたいな広いとこ借りてね、実践的なものを教えるっていうのも必要性があれば、需要があればやりたいなと思ってるんですが、それとは別に、ここの野球塾でね、こうなってるんですよ。はい。野武士のバッティングダービー。まあこれ今シール貼ってありますけど、これヒットが出た子なんですけどね、10月から3月にかけての半年、要するに、1日の練習の最後に私と、選手が1打席勝負するんです、ここで。はい。テニスボールですけどね。でもテニスボールって言って侮っちゃいけません。結構なスピードです。昨日もね、ちょうど高校野球関係の方が、練習場見に来てくれて、そのバッティング見ましたけど、やっぱり距離であのぐらいのボールを放ると体感スピードかなりだね。いい練習になるねって言って、驚いて帰ってかれましたけど、はい。その方には、そのバッティングダービーも見ていただきました。3時間目の中学生がいる。一日最後の練習のまとめとして、私と一打席勝負。私は別にもうそんな速球放れませんけど、彼らの弱点は分かってます。だから、球威で打ち取るんじゃなくて、弱点をついて打ち取るんです。打たせない投球をします。で、何を熟成に教えたいかっていうと、まず、真剣勝負をするっていうこと。それと、真剣勝負っていうのは、自分の長所ばっかり磨いてもですね、弱点があったら相手はそこをついてくるんだよと。だから、苦手を克服しない限り、いい選手になれないんだよってことも分かってほしいです。私、それこそね、またこれ次回喋りますけど、この時期から、まあ、それこそ浜子が昔やってたんですけど、判別っていうすごい、この時期からのいい練習があるんですけど、はい。それとね、練習の最後のヒット3本っていう、これもいい練習なんですけど、今からとっておきの練習法を教える。はい、はい、その名もヒット3本。ヒット3本ってことはどういう練習かしたら、ヒット3本打ったらその後が大事なんです。お家に早く帰れますって練習だから知らないだろ。もうこの判別とヒット3本を経験する中で、やっぱりプレッシャーのかかった練習、常の一球一球を大事にする練習っていうのがやっぱり選手を伸ばすんだと、技術指導じゃないぞと、本人のやる気だということが若い頃からもう植えついてるもんですから、やっぱりこういう練習方法で子供たちに刺激を与えるわけですね。で、何回も打っちゃダメです。一打席だから集中力も出るし、打った時の喜び、打てなかった時の悔しさ、そして来週までにそこの打てなかったところ練習してこいよということが言えるわけです。で、で、この表がね、6ヶ月。まあ、一月4週ですから、24打席あって、これヒット打ったらシール貼っていくんですけど、昨日はね、私10人ぐらい対戦して2安、3安打に抑えましたね。まあ、3割ぐらい打てるのか。はい、大したことないですね。まあ、そういうようなことで、これを24打席やって、小学生の部、中学生の部っていう2部門があるんですけど、首位打者取った子に、まあ、バッテを上げるぞ、ということで、別に物で釣ってじゃないんですけどね。まあ、そういう、楽しみもありつつのね、野球部指導ってのをやってます。
はい、開幕です。プレイボール、ノートンからな。基本的には打たせない投球するから。甘いヒットです。ヒットを見逃さなかった。初ヒットが出ました。で、それやってですね、その前に人投げで一周するんです。プロ野球で言ったら、まあ、試合前のバッティング練習をさせてやるんですけど、その時は必ずピッチャー2人向こうに立たせます。対バッター1人。結局なぜかっていうと、一人のピッチャーだけじゃなくて、いろんなピッチャー、フォームもいろいろ、球質もいろいろだから、やっぱり常にいろんな人のボールを見て、いろんな人のボールを打ちなさいということですね。で、この間ね、右ピッチャーと左ピッチャーが向こうで投げてきて、打ったバッターが一球一球右と左が交代に来ると、もうどうやって打ったらいいか分からなくなりますって。同じ外でも打ち方が難しいって言って、これはいいこと言ってるなと思って。そうなんだ、まさにそれなんだと。右と左じゃ同じアウトコースでもポイントは一緒なんですけど、自分のその目で捉えて入ってくるボールをどう捉えてバットを出していくかっていうところも絶対違うので、それは右バッターと左バッターも違うと思うんですよ。だからプロ野球で右打者と左打者のそれぞれのコーチがいたりするんですよね。まあそんなことで、まあ私が教える野球はそんな高度な野球じゃないですけど、でも子供自身がそういうことを感じて、もっと練習しなきゃって言ってのを聞いて、ああいいこと自分で気づいたなと、まあそんなことを思った次第です。はい、ということで、野武士では、この秋から冬にかけてですね、バッティングダービーっていう、企画をやってまして、もうみんなで首位打者を目指して頑張っております。こういうことを高校野球だったら何するのか、高校野球の先生方もぜひ考えていただきたい。ということでね、今日はまあ秋季大会の、まあ総括として、左ピッチャーっていうのを切り口に、私の最近の練習のちょっとご紹介もさせていただきました。今話に出たね、判別とかね、ヒット3本とかそういう練習法、まあ過去に動画でちらっと触れてはいるんですけど、またね、今の私としてそんなお話も今後していけたらと思うんで、季節に応じた春夏秋冬のね、野球の話もね、このチャンネルではしていきますので、まあどうぞ、シーズンはちょっと終わりに近づいてきましたけど、今後ともよろしくお願いします。まあね、頻度は無理せずに落としながらやってきますんで、シーズン中のように毎日毎日は出しませんけど、これからもちょくちょく上げてきますんでね、よろしくお願いします。本日は以上です。どうも。